どうもミスターロンリーです。というわけで第1回ね、タイトルまだ決めてないんですけど、まあ TGG 散歩かっこかり、本日のゲストはおはようございます。おはようございます。平井啓司さんです。うちの TGG のあの、まあ、映像とかもやってくださってるということで、今日はですね秋葉原にやってまいりました。なんで秋葉原に？いや、よく僕休日来るんですよ。いや、マジで。で、俺そんなにアニメとかそこまで好きなわけじゃなくて、ただ原色とかプラモデルがいっぱい置いてあるんで、そこプラモデル使ってた、そういう感じで。なるほど、うん、というわけで今日早速もう回っていきたいと思うんですけど、とりあえずタイトル決めます。とりあえずタバコ吸いたいっすね。タバコ吸う。というわけで、まあ、まずはタバコです。今多分自爆で TGG はとりあえずタバコから始めるっていうのを言葉で言っちゃうんだ。あ、そうそうそう、めんどくさそう。編集あんたこそよう扱ってる。秋葉はそうっすね、最近あのアルバム制作に向けて、はいはい、あのやってもらってる方が秋葉原に住んでる方がいらっしゃる。あ、エンジニアさんが。そうです。あ、そうなん。それでやってもらってる感じにはなります、ね。割とよう来てる方やな。そう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 、最初に来たのいつ秋葉に。16かな。でもまだ関西に住んでる。いや、住んでた住んでた。マッツと一回、マッツね、よう出てくるマッツ。ああ、マッツくん、うん、そう、マッツと、東京に旅行来た時に一番初めに秋葉原来たこと。あ、そうなんだ、うん、その時からやっぱりその細かい作業みたいなのが好きやったから。あれだよね、出身は兵庫。出身は兵庫三木市か。でも、京医学出身どこだったっけ。八王子。八王子で生粋の東京人。生粋の東京人が生粋の関西人。で、あの洗濯機の営業マン消火器と洗濯機の営業マン。なるほどですね、はい、今日の服の解説みたいなのちょっともらっていいですか。上着はこの PCP カンパニーの、これはいつぐらいのモデルか分かんないですけど9万ぐらいですね、はい、すげえな。でちょっと CP っぽくないこの素材、シルクの。そうね、すごいこう、やっぱでもCP ってテック系な、こう、そう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 、多いイメージが。ちょっとシャカシャカじゃなくて、ちょっとこういう系のやつ。うん、で、まあ、これはキョンとお揃いです。そうですね。TGG。これ TGG が全員持ってるやつ。いいっすね。で、あとパンツは、T の。T 好きよな。そうですね。これ去年の AW かな。うん。まあ、大体、プライスで言うと4万ぐらい。4万ぐらい。フレックスしてるね。そんなにっすよ。で、これは、プーマはいただいたやつ。値段は分かりません。靴下もいいです。なんか服のこだわりとかはあるの？まあできるだけ俺身幅があんまない、ね、うん、ここが短いやつを買う。丈がね。そう、これはやっぱり自分のあれかな、ね、ちょっとこうやっぱりあのゴア系、ゴア系、うん、あのアークテリクスとか、うん、オークリーとかああいうシレットが好きなんで、まあだからここにほんまは手袋とか、あと変な形のマスク。でも結構アクセとかも見せてもらっていいですか。アクセサリーはそうですね。ちょっと坂向けがね気になるんですけど、これとかは高脇から。そうですね、これ高脇がくれたやつですね。いいですね。あとはもうノーブランド、ノーブランドディーゼル、ディーゼルもいただきます。いただきます。はい、いい感じですね。そしたらちょっとあの、うん、レッツゴーみたいなやつもらっていい。じゃあえ、ここよく MV で使われるケースに。これ JP が悪いよ。すごい。どうやってダマで取るかは知りません。すごいっすよ、うん、すごいっすよ、ね、結構さ、うん、そのカメラとかやってるとさ、うん、職業病っていうか、はい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 、あれはあるんですか。なんかまあやっぱりそのロケ地とか探しちゃう。ロケ地でよかったら、特にさ車の道中とかでさ言い抜け見えたりするときあるやんか。車の道中わかる。あ、車運転しながらここの抜けいいなみたいな、ああいうのがあると Google にピン打ってバー見るっていう。あ、もうマップにってこと。そう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 、マップにバミってるからバミるって言うんだあれ。これはね、あのリカさんから教えてもらいました。あのリカさん、そう、いい店をバミるっていう。おもろいな。めっちゃいいです。そっからバミるっていうようにしてますね。
旦やに行っていいですか。一旦やに行きましょう。レッツゴー。え、でもカメラマンやってるとさ、うん、撮られたいとかはないんですか。ないね。ないけど、なんか一瞬映りたい欲ある。あ、やっぱそうなんだ、うん、ほんまに一瞬だけでいい。でもあれ絵にはさ、なるじゃん別に。刑事っていや、そんなことないんよな。もう今日も T、プーマ、マミですお世話になってますか。お世話になってる人らの服しか着ない。ちなみに今日なんですけど、はい、秋葉原でなんかこう、うん、狙ってるというか、こういうとこ行けたらいいなみたいなのは。一番はあの廃棄になった USB の部品ですね。 USB の部品、はい、俺が一瞬なんか自分で作ろうとしてたさ、あのこういうメモリチップの指輪わかる。メモリチップの指輪、この間のさ衣装のここについてたやつよ。あ、はい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 、あったね。 USB というか PC の本体の中の部品で、うん、それを買いに行くっていう。いくらぐらいするもんなんで。まあでも1000円2000円の話ですね。なるほどね。じゃあちょっとそれ を、はい、見るだけで楽しんで。 OK っす、行きましょう、はい、これはモニターとか。モニター何インチ、まあ、ちょっと画素数が少ないですけど。でもこういうなんか今売ってないようなアーカイブの商品が、こんなんミコン、あ、ミコン作れるやつよ。あ、自分で。そう、そう、こういう部品をこういうの買って、なんかこういうこの間みたいにジュリアにしたりとか、ここだけカットしてあっこに貼り付けるっていうのをしてます。プラモデルで使うニッパー。ニッパー、これが最初のいいと言っても過言ではない。何台ぐらい作ってきたのプラモデル今まで。そんなにでもな、何機言うほど、何でも10機15機やと思うよ。それ色塗りまでするの。うん、もちろんして。でも最初の方のやつは手で塗ってたから、あんまりしてない。スプレーをこう、そうそう、エアブラシ。プラモはいつから作ってたの。小か小3かな。だ、結構ちゃんといじめられてたから俺も。だからその時期に作り始めてかな。全然今となっては良かったなと思うけど。最近は本田さんに、オーブの本田さんに、あの初号機のリアルグレードをいただきました。そちらをリアルグレードって、それは結構簡単なんて言ったの、マスターグレードとかパーツ数とディティールとか、そういうグレードがあって、だいたいハイグレードってやつがみんながよく見るプラモデルのサイズなんですけど、そのリアルグレードと、あ、じゃあマスターグレードとハイグレードの間、小さいけどちゃんとできるやつで、企画の本田さんありがとうございます。今日も作った何それ。 AI 1枚で作る。あ、ダンボールとか、うん、本当に AI なのか。そうなんですよ、自立走行ロボット。自分で結構改造できそう。え、これおもろ、見て、すごい。いや、いいね、いいね。時価で32円、うん、マジ32円ガチ安い。こういう形、こういうの見るのが好きなの。かっこよくない。こんなタイトルがいいっすよね。結構安いんでしょうね。嘘つけたね。あんめわよふくすんげん、月へと変わるだろう、サイレンナー。なんかさあ、こうやって言うやんか、映像クリエイターとか、自分の作った作品は子供たちですみたいな、うん、ちゃうちゃう、納品書だじゃあ何じゃあ何、ただデータを圧迫するゴミ。これ絶対切れよ。やっぱりリーダーやってるわけじゃないですか。はいはいはい。その TGG に対しての、あ、ありましたね。印象とかイメージとかって、なんか今変わったものとかあるんですか、前から。こんな方向性になると思わなかっただとか。それはありますよ。ある。いや、だからそれで言うと、確かに映像を始め出したタイミング。
からお前がリーダーやれって言われた時はそうですね、かなり急だったもんね。まあやっぱりそのほんまに泣いたし、わからんすぎて、うん、この君ら動物園をどうまとめようかっていうのもやし、でやっぱりそのダンスやめるってなって、正直みんな何すんねやろっていうのもあったし、まあこういう形でやっぱり投げんかった結果、まあちょいちょい仕事をさせてもらえるようになってきてるギャッツビーみたいな、そこはやっぱりすごい嬉しい部分ではある、うん、こういう街とかからさ、そのインスパイアって今言ってたけど、作品に与えてる影響かってのはやっぱすごいもの、結構やっぱりいいとこ取りやしありますね。どういう見方してるの、例えばじゃあ物をパッて見た時にさあ、こういうカラーいいなとかなのか、そのさっき言った抜けがいいとか、そういう見方なのか、はい、どういうやっぱりこういう系で言うとアングル、やっぱ漫画とかアニメってアングルすごいやんか、うん、作り出せるもんやから、なんか漫画とかでもこう人がバーンって殴るアングルでもすごい広角の使い方したりするし、あとはやっぱりさっき見たようなパーツはやっぱりこう MV のどっかとか衣装のどっかにつけたいなとか、そういう受け方かな、うん、割とこうじゃあ思考に形を足していくみたいなイメージ。そう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 、そんな感じです。で特にこういうさアーカイブウッドミスとかでも自分が生きてない時代に行くとやっぱ魅力的やから、そういう影響の受け方かな。自分のその今までの映像作品の中で一番こういう影響がもろに出たなっていうのはある。あ、それで言うとホームの VCR とかやっぱそうじゃない、そゲームの感覚がいいとか、カラーリングは割とこういうアニメとかゲームの方が、あのオープニング映像を担当したオープニングとか、まあ、本編の方はちょっと言えないですけど、うん、やっぱそういう演出とか聞いてるかなと思います、ね、うん、あとあれかも、ケントとアジキ3人で撮った、あのパーカーが新しくなる前の海辺で撮ったやつ、そうだね、そうだね、確かに8ビットっぽさもあって、やっぱりこうゲームのトランジションとか、あの辺はやっぱり結構リビアル好きになったきっかけは、あでもやっぱりヒロトじゃない、だそれまで名前しか知らんくて、うん、でウィナーっていうグループのミノの MV を DPR ビジュアルズが撮っとうっていうのを知って、まあそれでヒロトからライブっていう存在を聞いて、あここのグループやったんや。 DPR が与えてる影響っていうのはでかい、いやもうめっちゃでかいですよね。俺のリファレンスボード見てほしいです、もうほぼほぼ DPR なんですというわけで、まあ今からですね、はい、このメイド通りで初メイドカフェに挑戦していただこうかなと、はい、わかりました、思うので、はい、いけそうですか。緊張します。オッケーっす、はい、まあメイドさんに迷惑にならない程度で、生涯童貞って決めてるんで、オッケーっす、緊張します。じゃあ早速、まあ、楽しみたいです、よいしょ。というわけで今日はハンドラブリーで週とさせていただいたんで、ありがとうございます。初めてなんですよ今日メイドカフェ、そうだから一回行ってみたくて、ありがとうございます。じゃあ行ってみましょうか。おお。十？十。ちっちゃい湯。おお。ありがとうございます。わあすごい。おおすごい。どうやってこうやってる？うん。こうやってる。オッケー、みんなで言ったら、わかりました、はい、その言い方によってうまさが変わる。あ、なるほど、美味しさが変わる、微妙な感じだと、ちゃんと大きい声でしっかり、オッケー、どれだけ、あの、そういうこと言えるか、はい、わかりました、はい、美味しくなれ、萌え、萌え、キュン、いいですね。え、まじ美味しくない、これ美味しくない、私よりちっちゃかった、確かに、ちっちゃかったわ、確かに、オッケー、もう一回やりましょう、萌え萌えキュン、いいですね、美味しくなった、ママママママや、じゃあ今日も一緒に言ってもらっていいですか、ちょっとパワー貸してもらって、そうだよね、はい、俺のも必要か、せーの、美味しくなれ、萌え萌えキュン。
ちょっと待って、いただきますじゃん。実は、実はあんま美味しないな。何やねんお前、なんかもえもえキュン、また欲しい。もえもえキュン、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、というわけでね、はい、本日、結局名前決まんなかったっすね。そうですね、まあそれはキョンエディットを楽しみにして。わかりました。どういう名前になるか。まあ、とりあえず TGG 散歩かっこ仮、はいはい、遺体刑事、遺体刑事編 in 秋葉原、はい、ということで本日お付き合いいただきありがとうございました。はい、で、まあちょっと第2回も秋葉原じゃなくて、はい、もうちょっと詳しくね、はい、掘り下げていきたいなと思いますので、いかがでした？まあ初めてメイド喫茶も行けたし、まあちょっとフィギュアも見れたんで俺は満足です。はい、楽しかったです。ちなみにこの後は、この後リハです。この後リハなんで、ちょっともう脳みそはそっち行ってます。 OK です、はい、というわけでありがとうございました。またお願いします。よろしくお願いします。